ゆるり車中泊。道の駅、腹尻の滝で買ったほうれん草を、これを今日は夜ご飯を食べたんですけど、下ごしらえしておきたいと思います。一応これも先に栄養素が出ちゃうから、本当はね先にやらない方がいいんですけど、洗えないからやります。野菜の鮮度を保つ袋完成しました。今日はね、野菜を食べてなかったからね、すごく食べたくなったので、昼なんですよ、夜中なんだから。何時だろう、11時ぐらいなんですけど、お腹が空いたので食べたいと思います。高千穂で買った天の岩戸の神社のお土産屋さんで買ったやつ。氷いっぱい持ってきました。それではお疲れ様でーす。ヒューガナッツ一番美味しい。いただきます。カボスポン酢、野菜がすっごい新鮮。
ザレイシュです。ゆるり車中泊。コサンダケです。長ナスです。ヘビス風味。
しないです。道の駅ヒューガで白和えをいただきます。宮崎ちゃん、あの渋みがあんまりなくて美味しい。懐かしすぎて買ってしまいました。白和えです。これにほうれん草混ぜて食べるともっと美味しいです。あ、ほうれん草あったな。どうしようか。ほうれん草入ってるんですけど、もうちょっと入れたいと思います。こういう感じでほうれん草がたっぷり入っている白和えが大好きです。いただきます。いただきます。懐かしい天下うどんです。
青島を見ながら日向夏を切っていきたいと思います。皮を薄く切ってこの白いところを残すように切っていきます。一旦全部種を取り除いた方が好きなので取り除きます。大分の道の駅で買ったつぶらな柚子、道の駅院内で買ったやつです。日向夏の皮を使って器にしています。いただきます。白いまま食べます。